キャバレーとは、日本において1960年代から1970年代に流行した、ホステスが客をもてなす、飲食店。料金は時間制で、迷路を会計、ショーを行うステージや、生バンド付きのダンスホールがあり、より大衆化した1970年代以降は、お触りなど、お色気サービスを伴う店も登場した。アリシヒのキャバレーハリウッド赤羽店。 第二次世界大戦後、新中軍向けのキャバレーが生まれた。福富太郎はボーイから身を起こし、キャバレーハリウッドをチェーン展開して、財を成し、キャバレー太郎と呼ばれた。1971年のドルショック、続く1973年のオイルショックにおいては、ネオンサインの自粛や関連する諸般の事情から、客足が当のきツギツギとキャバレーは廃業へ追い込まれていった。 その後1976年頃よりディスコの台頭によってキャバレーの存続自体は難しくなりさらに追い打ちをかけるかのごとく1980年代半ばからはキャバクラなどの新たな業態に押されキャバレーは次第に劣勢になったキャバレーからハワイチェーングアムチェーンロンドンチェーンなどのピンクサロンと呼ばれる業種も派生した2010年代に入ると 地域で最後のキャバレーという説明とともに、大型店舗の閉店が報じられるようになった。2013年5月の新聞記事によると、同年2月に、北海道札幌市の札幌クラブハイツが閉店したため、その時点で存続していた大型のキャバレーは、日本全国でも東京都と大阪府だけになったという。東京都中央区銀座の白いバラ閉店を伝える2018年2月の、 雑誌記事によれば、同店は銀座で最後のキャバレーであった。キャバレーハリウッドの北千住店、赤羽店が2018年12月に閉店した際は、この2店舗が東京都内で営業を続けていた最後のキャバレーだと報じられた。2020年2月28日に閉店した新宿区、歌舞伎町のロータリーは歌舞伎町で最後、 都内で最後のグランドキャバレーであったと報じられている。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により、接待飲食等、営業、一号営業に分類され、キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業にあたる。なお、ピンクキャバレー、しびれるキャバレーなどと称して、性行為のサービスを行う店があるが、 本校のキャバレーとは異なり、実際の内容はピンクサロン同様の制風俗店である。本来のキャバレーはフランスで発達したダンスホールや舞台のある酒場、歌、踊り、コメディショーなどパフォーマンスを楽しめる飲食店である。グランドキャバレー2002グランドキャバレー誌を参照。参考文献として福富太郎著。 昭和キャバレー騎士 ISBN9 兆7841億6765万6959宇都宮荘消えるキャバレー、消える昭和、消える城、客を見つめ続けたホステスたちは文化を守った、産経ニュース、2019年1月19日閲覧。中田恵里、健全無世界の終焉さようなら、銀座キャバレー、白いバラ、東京人、 第33巻2号、都市出版、2018年2月、126から132ページ。都内最後キャバレーの明かりが消える、ハリウッド起きた、赤羽店が30日閉店。ザックザク、夕刊富士。 http://www-origin.zakzak.co.jp:/soc/news/181228/soc1812280020-n1.html2019 年1月13日へつさよなら、キャバレー。NHK ニュース。 日本放送協会、2020年3月3日、閲覧。ザ・キャバレー、英語清水解雇録2020年2月、ついに閉店の時が、朝ゲービズ、徳間書店。2020年7月16日閲覧。ありがとうございます。